はい、どうもトラキチの無課金派オーロードオリックス純正編です。今日でログインが、1089日目ですね。はい、現在2022年12月1日の16時17分なんですけども、今回ですね、こちらですね、はい、契約書の方を開封したいんですけども、この S ランク自治務契約書2枚ありますんでね、今回この2枚開封したいなと思います。はい、あとまあ S ランク確率 10% 契約書もね、ログインのやつと、あと、毎日来れるやつですね、7周年記念キャンペーン第6弾のプレゼントの S ランク確率 10% 客賞、この2枚もね開封したいなと思います。はい、まあ、S ランク自治務客賞ね2枚開封しますんで、オリックスの欲しい選手確認しておきたいなと思います。はい、まあ、欲しい選手と言いますかね、まあ、来て欲しくない選手なんですけども、まあ、杉本選手ね、もうアニバーサリー、持ってますんでね、ちょっと来て欲しくないなと思ってます。はい、で山岡選手も、持ってますんで、かぶりになりますんでね、来てほしくないかなと思います。はい、であとこのマッカーシー選手ね、マッカーシー選手僕ちょっとね A ランク持ってませんので、来てもらってもちょっと困るんでね、今回はちょっとそうですね、この3名以外やったら、まあ誰が来ても、強化になりますんでね、ぜひこの3名以外で来てほしいなと思ってます。まああのもしね、杉本選手、山岡選手、マッカーシー選手来ても、交換会がね12月14日でしたっけね、の告知来てましたんでね、まあそこにも、まあ、あのもし被っても入れれるということで、このタイミングでね、もう S ランク自治務契約書2枚開封しようかなと思います。はい、それではまずは S ランク確率 10% 契約書ね2枚ありますんで、そちらの方から開封したいなと思いますけども、まずはログインボーナスの1枚ずついきますね。食欲難期ログインボーナス8日目の報酬 S ランク確率 10% 契約書、これからいきたいなと思います。S ランクぜひ来てほしいです。お願いします。 S ランク来い。んさあ S ランク来てくれ。ないかな。 A ランクやったらオリックスで来い。割れよ。あ、割れよ。ケムラ選手、広島ですね。はい、残念。はい、まず1枚目は残念ですね。続きまして7周年キャンペーン第6弾のプレゼントの S ランク確率 10% 客賞いきます。ぜひ S ランク来てほしいです。お願いします。 S ランク来い。さあどう。うん、ないかな。折れろ。あかんわ。西川選手、広島、また広島、はい、広島連チャンでしたね。はい、残念ですね。はい、まあまあこの2枚はいいです。問題は次ですよ。 S ランク自治務契約書、まず2表示達成難易度のやつですね、こちらからいきたいなと思います。先ほど言いました杉本選手、山岡選手、マッカーシー選手以外やったら誰でもいいんでね、ぜひ来てほしいなと思ってます。いきます。まず1枚目お願いします。かぶらず来い。さあ、おエースいいよ。杉本選手、山岡選手、マッカーシー選手以外で来てほしいです。さあ誰来る。さあダメ。うん、いいですね。はい、藤見選手、来シーズンから日本ハムでしたっけね。まあでも取ってきたかったんでね、よかったです。まあ一応シリーズは持ってますけどね。はい、まずは良かったですね。これで、強化になりますね。一応シリーズは持ってるんで、まあ、100アップですね。スピリッツね。はい。はい、まずは伏見選手でしたね。はい。続きまして、パワースピポイントクラブで交換したアイテム、S ランク自治務契約書、これいきたいなと思います。まあ、そうですね。今度は、杉本選手、山岡選手、マッカーシー選手、伏見選手以外で来てほしいです。いきます。お願いします。かぶらず来い。さあ、伏見選手、マッカーシー選手、山岡選手、杉本選手以外。さあ誰来る。うん、いい、あ、いいですね。はい、本田選手ね、一応ねシリーズ1のね S ランクをね持ってまして、ほんで A ランク2枚なんですけども、シリーズ2でね A ランク実装されてますんでね、いやこれいいですね。はい、シリーズ2の本田選手来ましたね。はい、良かったです。まあ能力的にはね、どっちもそんな強くない選手ですけど、チームスピリッツ的には良かったですね。はい、それでは取った藤見選手と本田選手の一応能力見ていきますね。あ、これいい感じでしたね。いい感じで取れました。はい、
伏見選手、まず伏見選手ですね、守備が保守 C、 弾道高弾道ミート60、パワー63、走力58ということで、まあ来シーズンからね日本ハムだと思いますけども、まあ一応極みで勝負も持ってますんでね、決勝してスピリット上がりますんでね、これ良かったかなと思います。はい、あと本田選手ね、本田選手中継ぎ適正 S ですね。で9位74、制球72、スタミナ60と、あんまりねそんな強くはないんですけども、いやS ランク1枚、A ランク2枚でどうしようかなと思ってましたんでね。で、まあ、シリーズ2で A ランクも実装されてますんで、これから狙いますんでね。まあ、これは非常に良かったかなと思いますね。はい。まあ、杉本選手、山岡選手、マッカーシー選手以外で来てくれたのはもう何よりですね。はい。まあ、できればね、中川選手とかもね、ちょっと来てほしかったのかなと思いますけど、まあ、まだミキサーもね、結構できますんでね。はい。とりあえずこの2枚で、伏見選手、本田選手、取れましたんでね、ちょっとチーム作率も上がりますし、まあそうですね、オリックス調整強化できたかなと思います。はい、はい、今回こんな感じですね。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス調整編でした。